やるっきゃねえよな。出て行くのか。ああ、鷹の段も抜けるつもりなのか。すまねえ。すまないじゃ分かんないよ。鷹の段はガッツにとっても家族同然のはずじゃないか。やめとけリッケルト。大の男が決めたことだ。黙って行かせてやろう。世話になったな。グリフィス、あの時言ったはずだ。お前は俺のものだとな。俺はこれでお前を勝ち取った。お前の戦場もお前の死も全て俺のものだ。俺の手の中から出ていきたいというなら、あの時と同じ剣で自分をもぎ取っていけ。笑ってじゃあなってわけにはいかねえのか。マジらしいな。待ってよ、二人とも本気なの？仲間同士で切り合うつもり？どいてるキャスカ、邪魔すんじゃねえ。切り合いで始まり、切り合いで終わる。それもいい。俺にしてみりゃ上出来だ。お前にとって俺は血を流すくらいの価値はまだあるってことだもんな。生きたいのか、そんなに俺の手の中から出ていきたいのか。ダメだ、ダメだ、許さない、行かせない。ガッツは強いだけど、グリフィスならきっとあいつを止められる。そう、そして何もかもまた今まで通りに。私は望んでいる、いてほしいと。あいつにいてほしいと望んでいる。まるで敵でも見るような目だな。当然か、恨まれたって文句は言えねえ。だがよ、それでもたとえお前に憎まれても、裏切り者扱いされようと。だからよ、だから行くぜ。俺、お前は俺の。腕の一本でも切り落とされりゃ目が覚めるだろう、あのバカも。そう、うまくいくかな。ガッツの剣は常に生死の境で鍛え上げた、いわば修羅の剣。やはりグリフィスの表情にいつもの余裕がない。二人の力は拮抗している。みんなどうしたんだ、切り合いだぞ、止めなきゃ。二人の問題だ、俺たちが口を挟むことじゃない。忘れちまったのか。おお、飛んできやがる。
ガッツ！大丈夫。道端で石ころにつまずいたようなものさ。つまらない。小さなことだよな。お前の行きたいところはもっと遥か遠いんだろう。だから大丈夫、立てるよ。そして歩き出すさ、すぐに。幽谷の英雄は重罪人と名を変え、白い鷹は地へと落ちた。忘れていた。傍らに剣がないとどうにも不安で落ち着かないこの感覚。もしかして俺はまた二度と手に入らないかけがえのないものを自分から捨てちまおうとしてるんじゃないのか。そもそもグリフィスのあの言葉を聞いて思いついたこと、これで自分の意志で歩き出したと言えるのか。さっき、やはり歯車は回り始めたか。もがく者よ、心をするがよい。ゾッドか。いや違う。しかしこれは奇妙な現実離れした。この感覚は、これより一年の後、食の時、貴様と貴様の友ら、今は見えざる肉なき肉の者ども、そしてその王たらん貴様の半身が彼の地に集う時、貴様の上に人の身では決して贖いきれぬ狂気の豪雨、死の嵐が吹き荒れるであろう。だが心するのだ、もがく者よ。貴様はムクロより出でて、泥の中で死より始まりし者。誰よりも死に近く、それゆえ死より逃れる術に長けている。もがき、挑み、あがく、それこそが死と対峙する者の唯一の剣。夢夢忘れぬことだ。何者だてめえ。なぜ俺のことを。絶望の淵で折れた剣を手に立ち上がる者のみが、あるいは。待て、消えた。幻か。ドクロの騎士。